こうして三人で氷をいただいておりますと、寒空に蓄えもなく軒下の雪で飢えをしのぐ死にかけた家族のようだな。大層楽しげな例えだ。こうして三人で干し芋など食べておりますと、まるで僻地に左遷され悔し涙で飯を湿らせているどこぞの公家様みたいだな。大層風雅な例えでございますね。このように山の辺で穂村を囲んでおりますと、姫君をさらって逃げたはいいが、あまりの世間知らずぶりにやるんじゃなかったと後悔しているどこぞの色男みたいだな。大層野趣あふれる例えでございますね。例えというかほとんどそのままだ。こうして三人で身を寄せ合っておりますと、まるで仲のいい家族みたいだな。息苦しいほど身を寄せ合うのが誠の家族って言ったのはお前だろう。誠にそうでございますね。